赤ゼッケン13沖縄支部越智純喜、白ゼッケン26東京東支部山本和也。正面礼、主審礼、レフェリー構えて試合。11です。続行、判定取ります。判定白1、2、3、4、5、白判定の結果5対0をもちまして、白山本選手の優勢が決まり、この結果山本選手は世界大会への出場権を獲得しました。